の怪物と呼ばれた男です。2階級にわたり27回の防衛記録を誇る WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、オマール・アンドレス・エル・ウラカン、モンスター・井上かく乱するのが一番の得策かと思います。それを結果として出してもらいたい、勝ちにこだわってもらいたいです。見ものですよ。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、もうサウスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、パンチのスピードを持ちがあります。今度は右ストレートが左に返し出ますね。力が入っています。力を右ストレートを返した、ゴールが来た、前線はオープニングヒットですからね。右ターンで右、いやこれダルバイスが倒れるとないですよ。すごい、通算坂本の19歳、一度も倒れたことはないのがダルバイス、歴史が動く。いやもう驚きましたね、これもうすぐ動く、ここは行きたい。さあ、まあ、もうどうしてか、もうここも分かんないですね、これ。おお、パンチがすごい厳しい表情。おお、ここで打ちました、井上の手、あともう一つ、スリーのプラス制です、スリーのプラス制、今、左にとかすりましたからね、あと一発のラウンド、井上尚弥が、スリーのプラスですか、はい、大変なことを思うとすることをしている。しようとしています。ナルバエスまだ冷静ですね。冷静ですけど井上選手のインパクト猛烈ですね、これね。あと一発入ればもう倒れますよ。もうパンチになれる前に仕留めたいですね、これ。いやー、12年間ナルバエスですよ。世界のトップにいた男、生きる伝説を。いやナルバエスはどうの逃れるかしか考えてないですけどね、冷静は冷静です。まだ1分以上残っています。いやちょっとだんだん冷静さ取り戻してきた感じがありますけど、まだ一発あったら分かりませんよ。まあ焦る必要はないと思いますけど、追い詰めた。ニュートラルコーナー仕留めてもらいたいですね。左のフックダブルで持っていきます。いやもうこのすごい初回ですね、これ。ナルバエスも2度の段を起きしながら、まだ恐ろしい、目は死んでいません。ボディーブロー左、まあ、この中でもね足はまだしっかりしてますね。ちゃんと下に返してるのが井上くんすごいですね。やっぱり上下の内訳はできてるんですね、この状況で。もう目の前に手を伸ばせばそこに世界最速の2階級制覇が待っています。いもう鍋の中のお湯ひっくり返したみたいな状態になってますね、これね。左フック、あー、なりましたよ。まだパンチ生きてますよ、これ。さあ追いかけてくる左ストレート、ジャブついていってもいい。あー、ナイスボディ、ナイスボディ、ワン、ツー、スリー、左バック動ける、右ストレート、これでダウンを取った。ちょっとひるんだナルバエス。いやー、井上の攻撃が本当力強いですね。おうおお、ナルバエス打ち返してきますよ。すごい障害ですね、これ。この3分間でしかし奇跡的なことが起こることが。さあ第1ラウンド、井上尚弥がダウンを取りました。一発目で効いてきた、ね、テンプルですね。ああ、オープニングヒット、この左もテンプルですよ。頭本当かすった感じですね。ああ、いやこんな目、ナルバエスが倒れるなんて考えもしなかったですよ。プロアマ通算、もう一回紹介しますが、159戦、一度もダウンを喫したことがないというのがチャンピオンのナルバエス。その鉄壁のディフェンスを早くも1ラウンドで井上尚弥が、あれだけね衝撃的なダウンでしたから、ダウンがなかったことに2ラウンドはすることできないと思いますけど、まあ、井上2階級上げたことでもう体からエネルギー満ち溢れてるようですね。これが本来のすごい自信ですからね。おっと、左が伸びてきたナルバエス。ただナルバエスはここから何も見せない。ナルバエスは全ていく、井上尚弥止まりません。今喉元へのアッパーですよ。これはすごい、あ、プレッシャーかかってますね、井上のプレッシャーすごいですね。もうこれは本当に新旧交代とこういうことを言うんですね。これね、やってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ。出したらあと井上に打たれるから、何かを感じてるんですよね、ナルバエスは。それだけスピードの差があるということですか。そうですね。井上尚弥、あるいはナルバエス、カウンター狙いで来るんではないかという、危ない、呼び終わりましたが、かわして左です、かわして左。
高さ危ないというのは一瞬で右すく右切って打ち込みましたからな、はい、すごいです。左を伸ばしてくるナルバエス。ただ今もう本当にこうなんか地震が起きた後のような状態になってますから、ここからどう冷静に引き戻すのか、あるいはこのまま乱れたまま行くのか、ここは井上選手主にしたいですね。はい、竹下さん、はい、どうぞ。井上サイドですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですね、ニヤッと笑いました。そのバイス思ったほどディフェンス、はい、ちょっとペドロデシマ戦思い出してますけどね、すごい、これもいくんですかね。初めてのダウンから、なおこの試合はフリーロックダウンさえです。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ。これもテンプル、左フック、今日タイミングいいみたいですね。いやもうこれもう本当に恐ろしいですね。ワンパンチですからね、3つともダウンは。ナルバイスはあの思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いやもう行くしかない。このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね。本当にこれが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ、一発で仕留めるパンチ力を備えました。畳右、ボディを入れてくるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない、すごいですね。上で3度、下で1度、フィニッシュブロー。オマール・ナルバエスと12回戦を行い、ジャブ2つから右、そしてボディ、このボディの音はね、忘れられないですよ。前の右も強烈ですけど、このボディの音だけ叩くような音でしたから、文字通り伝説のチャンピオンを、アルゼンチンのレジェンドを、カウンターじゃないんですよこれ、そぎ落とすカウント5ぐらいの時に立てるというような、しかし立てなかった。このえぐり取るような左のボディ、すごいボディ、いやもうまともに入ってますね。レバーですね、うん、どうしますかねこの後、どうしちゃいますかねこんなことが起きちゃって、まあ、このナルバエスは香川さん、この軽量級の中でも1位2位を争う実績と強さを誇るチャンピオンと言われていました。そこになぜ井上が挑戦するんだと、2階級を上げてですね、不安もあったと思うんですよ。新チャンピオン今も引き戻した、驚きました。阿川さんの興奮は十分に伝わってきますが、これ西岡さん、はい、井上はここからですね、具志堅さんの持つ13回の防衛記録、これを抜きたいんだというこの階級で